カイチとスプリントトレーニング始まるよ。トレーニング前に鏡の前でノリノリで、くしゃみでした。歌っています。今日のトレーニングは、白馬のスノーハープで 1.7 キロの、スプリントトレーニングをやります。コースはですね、2パターンに分けて、上りもつけながらやります。まあ、オフシーズン最後のキャンプっていうことで、まあシーズンインに向けてですね、もう間もなく始まるんですけども、しっかり最後追い込みをして、シーズンを迎えたいと思います。この動画はですね、青木港を一周走った時の動画で、青木港もですね、紅葉がかなり綺麗になって景色が良かったです。まあ、コロナの関係だと思うんですけど、修学旅行生が明けてサップの体験とかもしてたんで、今度僕もやってみたいなっていうふうに思うんですけど、まあ、白馬はすごいアクティビティがいっぱいある環境のあるね村なので、皆さんぜひ、まあ、トレーニングはもちろんですけども、いろんなアクティビティをやってみるといいと思います。ではここからスプリントトレーニング始まります。特に、6本でやってですね、 1.7 キロスノーハープのこの一番急な上りめちゃくちゃきつくて、いやもうね、年だから動きが細いっすね。まあちょっともうちょっと頑張ります。まあ、成瀬海知とはですね、大学時代から同期として一緒に切磋琢磨してやってきたんですけども、彼が続けているから僕もまだ現役をやれているっていうところは非常にあるので、大きな影響を与えてくれているので、33歳の年ですけども、カイチと一緒に今シーズンも一生懸命頑張っていきたいと思います。今年はオリンピックシーズンで、日本人もですね、日本の選手もみんな気合の入り方が違いますので、非常にレベルの高い試合が続くと思いますが、まあ、おっさんパワーで、がむしゃらに、まあ、若い時の気持ちを、ね、思い出しながらまた頑張っていきます。では今シーズンも成瀬と清水2人ともともですね、応援よろしくお願いします。